一宮浅間神社は、山梨県西厚城郡市川三里町高田にある神社。式内社論社で、旧社格は尊社。鎮座地は、高田集落の南方西厚城大地の西北端に位置し、神社は古くは単に、一宮や、一宮明神、市川一宮などと称された。一宮浅間神社鳥居社伝によれば、 慶光天皇朝の創始で、日本三大実炉に864年の富士山の大噴火を受けてその神の死にを慰めるため、翌865年に直命によって、海の国八代軍に創建され、感謝に列されるとともに宿とネギが置かれたという、浅間明神の誇らに相当し、演技式神明朝に乗せる海国八代軍の名神。 大こそ、浅間神社であり、一宮の故障も、海の国の一宮とされたことに、ちなむものであるという。もっとも、式内名神大社の、浅間神社の否定には、笛吹市の浅間神社か、藤川口古町の浅間神社が、有力視されており、海国一宮は、通説として、笛吹市浅間神社に当てられているので、一宮の章も、 鎮座地である旧市川里のそれであると考えられる。なお、750メートルほど隔たった地に、二宮と称される、湯気神社が鎮座するが、海の国の二宮は、笛吹市の三和神社とされているので、これも、同様に、市川里の一宮であった、東神社に対しての、二宮の章であったと考えられる。上岸の創建は、富士山の神である。 この花咲くや姫命が、現鎮座地南方のご招待さんに、噴火の難を逃れるために、潜ったのが景気であったといい、その後924年にご招待さんに対する、里宮であった現社地へ潜座、山上の旧市には、三宮として、山岐社を放災した。海の国社記、寺記によると、長屋の数計厚く延長2年10月、永満3年11月、 1186年、1382年の社殿造営が知られるほか、診療地30町を有し、社家12人が所属していたという。その後武田氏が、海の国内の神社の神官を対象に、府中八万社へ2日2番の金番を命じたが、その1561年の府中八万社金番町の45番に、 一宮の根きと見える、一宮が当神社のことと考えられている。社記によれば1582年に徳川家康が会に入国、当神社に婦人したと伝え、その際の兵乱で車両が没収されて一時後輩に返したが、その後再興されたようで、1603年には徳川四部行の国員で、市川高田村中に一国六と五章の車両と、 新館の屋敷分として260坪が安堵されたり、家康からも仮犬やたちが寄進されたといい、1649年には、将軍、徳川家光から改めて一国六と余りの、主飲料が安堵されるとともに、車両内の畜牧三輪や、官主屋敷等は、諸役免除の除地とされ、それらは、江戸時代を通して維持された。また1643年に、 御用税天皇の第八王子で、開国に配慮された吉住方親皇も当地において、崇敬し、非対等を奉納したという。明治初めに孫者に列した。1854年に当地を襲った王自身の際に、被災者の救済に尽力した大官の荒井剣道と、名主、与田ヤスを生きながら祀った聖死に起源を持つ末者や、他御社がある。 社記によれば、古くは下大鳥居村の三崎大明神や、黒沢村の須高大明神、三能権現党、金在所神社を拙者としていたという。大地式新獣教東京国立博物館展示。ありがとうございます。